遅かったな。俺は。な、に。ねえ、痛い？痛いの？これが？こんなものが？泣いちゃうの？ねえ、私のヒーロー。かっこいいところを見せてよ、ヒーロー。ざまに少し、本当に少しだけど気が晴れた。ええ、分かってる。あなたは彼なんかじゃないってことくらい、よく似た顔で名前も同じで、だけど結局はそれだけの単なる別人、一緒なんかじゃない。でもね、見るに耐えないのよ。なんて堕落。そんな柊木清十郎は冒涜だわ。認めないから。だって羨ましいじゃない。どうしてあなたたちはそんななの？どうして私はこんななの？理不尽じゃない、羨ましいのよ。誰が決めたの？許せない。答えろ、答えろ。答えろ！なるほど、貴様、日頃もか、血をつないでいたとはな。驚いたよ、クズめ、クソジジイども。爪が甘すぎるにも程があるだろう。お仏は根から焼却せねば、際限なく湧いてくるというのにな。ええ、本当にね。貴様が咲くか。そうね、きっと。では、何を目指す？愚問ね。分かってるでしょ、ヒーロー。
今さら簡単を復活させたところで何になる。どれだけ場を整えようが、老生がいなければ夢は夢だ。アラヤをつかめる者などもういない。まさか貴様がなるとでも。笑わせるなよ。逆十字は何の教訓も得ておらんのか。老生は三人で打ち止めだ。貴様はなれんし、新たに生まれることもない。わきまえろ、汚れた元凶の直系が。ロセは三人、もういない。わかっているわよ。もちろん私がなれるはずなんかないってことも。天笠雅彦、柊木義也、クリームヒルト・ヘルヘイム・レーベンシュタイン、魔王と英雄と死神でしょ。全員かっこいい勇者よね。バカでひたむきで愛の戦士で。まさか。最後に、これからあなたがどうなるかだけ教えてあげる。昔、とても強い人がいた。彼は病んで、削れて、蝕まれて、それでも生きようとあがき続けた。全てを敵に回してでも、生きるために戦ったのよ。その記憶は残っている。彼の犠牲者たちも知っている。アラヤの海に、普遍の渦に、彼は天国になんか落ちたりしない。ふさわしい世界で、ふさわしい姿で、ふさわしい闇のたたりとして、私が必ず呼び覚ます。皆に思い出させてやる。彼がこの世界に残した爪痕を消したりなんかさせない。あなた、私のヒーローの受け皿になってよ。